皆さんこんばんは。チャンネルです。よろしくお願いします。今日は、バツイチ、無職で、お先、真っ暗の人生です。これからどうすればいいでしょうか。はい。ということで、ちょっと人生について、急ですが、話していこうかなと。全然関係ないんですけど、最近、札幌に大阪のアーティストの子が来てて、ちょっと知ってくれてたみたいで、ギャルみたいな子やろって言われてたらしい。誰がギャルやねんと思ってたけど、今日の移り、センター分けにすると、途端に治安が悪くなる。まあそんな話は置いておいて、お悩みありましたが、まあいくつとかは今の年齢とかは書いてなかったけど、バツイチ、これあかんか？これさ、もうミポン永遠に思ってるねんけど、結婚とかってまあ80歳まで生きるとして、まあ20歳とかでさ、まあ始まるやんか、その結婚婚期がな、始まるやんか。ほんで30までには、みたいなことが言われるやんか。この20歳やったら、4分の1の段階で人生のパートナーを決めるってめちゃくちゃ難しいと思ってて、ほんでまあ30までには、ってやとしても、まあ3分の1までには決めとけよ、お前、みたいなことやんか。そもそもさ、そろそろみたいな。さ、価値観やん。まあでも女性はな、子供のことがあるからやっぱ元気の時にみたいなあるけどさ、そのまあ例えば4分の1、まあ20歳なのか、30歳でなのか分からんけど、結婚して選んだ人と、実際に生活をしてみないと分からんことなんていっぱいあるやんか。それで、例えば会わんくてお別れしましたの、何が悪いって、まあ、それは一応契約を交わしたわけやからさ、まあ、幸せにします、幸せにされますというか、親とかには若干申し訳なさはあるかもしれんけどさ、それでもやっぱり自分の人生やねんから、選んでいいんじゃないと思っちゃう。ほんまにそんなんストレスでさ、あと何十年も一緒にいるのが、友達もいます。20歳過ぎぐらいに、とか前に結婚して、今、シングルで頑張ってる子もいるけど、めちゃくちゃキラキラしてるよ。大丈夫。もう大丈夫。恋愛もそうやし、その仕事とかもさ、まあ20歳で成人してなんかの職に何かしらつくわけやんか。それも一緒で、入ってみないと、とか一緒に住む人もパートナーも一緒に暮らしてみないと、わからんことばっかりやからさ、ちょっと昔とかはさ、こう、終身雇用契約みたいなのが、週やったからさ、とかあったかもしれんけど、今なんか、いろんな形で、仕事ができる時代やんか。まあ、SNS とかもそうやし、なんか昔、ちょっと前に、50年前になかったような職が、もうどんどんぐいぐい上がってきてて、変わるのなんか良くないって思うね。ニポンはその曲書けんくなって、その演劇に参加させてもらって、ほんでそこでなんかこうまたやっぱり人前に立つのが好きなんやなっていうことが見えて、でもやっぱり歌がやりたいなっていうので帰ってきてるから、もうずっとその例えばちっちゃい時から歌手になりたいですみたいなタイプではないんよ。めっちゃ遅くて。そうそうそう、高校卒業して大学も一応その学校の先生を目指しとったから、教員が取れるところに入って教職も取ろうかな。ってなって、結局手前でやっぱり音楽がやりてーってなって学校を辞めちゃったんやけど、その時の先生も学校の先生は待ってるから芸能は今やろって言われて、芸事は歌は今やろって言われて、で吉野家の社長さんが中卒やでっていう話をすごく長いことしてくれて、今その先生にはめっちゃ感謝してるんですけど、同じ芸事って言ってもその中であるし、ただ辞めてないように見えるかもしれんけど、拠点を変えてるやんか、大阪から札幌に。まあ移住やけど、まあでも環境変わってやるっていうのはさ、結構自由やなと思うけど、でもやってよかったなと思うことしかなくて、やからもうそんなことで大阪真っ暗とか言わんべでって感じ。明るいよ、未来は明るい。もうこの照明のように明るいそう、このリングライトをこうってさ、これ光量最小なんよね。これもっと上げれんねん。あ、これやばい。このぐらいまでいけます、本気出せば。なんですけど、目ん玉いかれるなと思ってちょっと下げてるのですが、未来は明るいよ、ほんまに。リングライト、このリングライトぐらい明るいし、なんかこう暗くしてるのも自分やなって思うねうまいこと言おうとした。暗くしてるのも明るくするのも自分やと思うねん。ミポもいっぱいもう顔面から血だらけみたいな、失敗、恥ずかしいこともめちゃくちゃありました。情けないなーって思うことばっかり。今もハッピーになれるようになったけど、それでもやっぱ10あるうちの1やけど、この1が充実してきて今続けれてるなと思うけど、出会う人の言葉とかでと思うけど、ほんまに落ちてた時があったからシンガーソングライターは向いてるなと思った。なんか強靭でもう失恋なんかしたこともないし、失敗もの経験でございますみたいな人は書けへんと思うねん。だからそういう点では良かったなと思う。いっぱい失敗して路上ライブやってても、こういうこれこれこういう悲しいことがあって、もう前向けないですって、でもその時に聞けてみたいな話をしてもらったりするんですけど、もう大丈夫やで、もうポンポンポンコスの私でもさ、なんとかこう支えてもらって生きてるから大丈夫。あと人生お悩み相談系もう一個、どう、好きなことを仕事にか趣味にどちらがいいと思いますか。これはポンポンはもう前者を選んでいるけど、ほんまにどっちもいい分やなと思ってて、好きなことを仕事にすると、それはもうずっとなさせてもらえるから嬉しいけど、好きやから傷ついてもあるやろな、こんなちっぽいことでみたいなのはめっちゃあります。好きな子に言われたらさ、他の子に言われてもとてもこうさらっと流せるようなことがスッて入ったりするやんか。それ2番目の人と結婚するといいよみたいなのあるやんか。あれ的な感じじゃないかなと思う。私もそれわかるなとも思うね。なんかもうってなってる人と結婚するとしんどいやろなと思うから、なんかそれに似てるんかなと思う。まあでもやれる環境があるならというか、気持ちが
あるなら、ニポの移住もそうやねんけど、その1年後に同じテンションでやりたいと思ってるかなみたいな。をすごい考える。その元気が、気力があるかなってめっちゃ考えてない。ごめん、考えてないわ。結構直感できた。でも正解やったなってめっちゃ思えるから、まあ、人に決めさせへんことじゃない？親が言うからとか学校の先生が言うからとかで決めちゃうと絶対後悔は大きい。どっちにしても、どっちを選んでも何を選んでも後悔はすると思うけど、人に決定権をあげちゃうとそれはでっかいと思う。なんか自分で選んだことやったら、私は何かあっても責任がさ、ここにあるから消化しやすいというか、見つめやすい。相手に預けちゃうと、でも相手も良かれと思って言ってるわけやんか。なんか難しいよね。だから、まあ、ここにあった方がいいんじゃない？なんかいいことも悪いことも。あの時選んでよかった。あの時自分選ばなかったよかった。もうさ、なんか次の直感力の材料になるんじゃないかな。思います。親が結婚うるさいですが、私はまだ結婚したくありません。ニポンさんはどうですか？ですないことに焦ってますね。なんか30超えたらやばいとか、30になってそのもらわれてない女はどうとか X でめっちゃ流れてくるね。やっぱり普通の女の子とかはそれまでに相手を見つけて結婚してるよなみたいな、むっちゃムカつく。歌手の愛子さんとかが数年前に結婚されて、でもそれもさ、あんだけ世の中にあの音楽を送り出して、その音楽を受け取った乙女たちを幸せにして、まあ男性もやけど人々を幸せにしてのその遅くなった分、なんかもうありがとうございますっていう感じ。家庭があったら絶対かけてない曲もあるし、まあ逆もあると思うよね。でも愛子さんがずっと少女の曲を書き続けてくれてたのは、結婚とかももちろんあるんかなと思うね。だからさ、そんないいさ例があるのにさ言ってくんのなんなんて思ってる。だからお父さんももう最近は遅くなるだからな、今期って言うようになったけど、まあ、父母は心配やろうけど、好きなものとかあってとか、仕事が今のタイミングじゃないなとか思うことって悪いことじゃないと、さっきの一つ前のお悩みもそうやったけど、なんかこう言われたからこうするみたいなのはしないようにしてます。でもアドバイスとかなんかしても、先輩とかにしてもらった時にこうやった方がいいよっていうのは一回やります。その結婚とかじゃないよ。もうちょっとこうしてライブとかもこうやった方がいいよっていうのは一回やってみて、その中で自分がしっくりこんとかがあればやめますっていう、ちょっとアドバイスの角度というか、でかさが違うというか、ミポ結構一回受けるんですよね。そう、衣装とかもこんなんがいいと思うよ。メイクとかもこんなんがいいよとか、あの、まあ、この動画撮るにしてもね、もっとテンション上げた方がいいよとか言われたら、一旦もらいます。もらって、なんかその自分の中でどうしても消化しきれへんみたいなのは絶対無理しちゃうことになるから、いっぱい一回手放すみたいな感じやけど、その人生の大事な決定権は、まあ、一回試せれるものはな、試してもいいと思う。結婚とかやったら、ま、同棲？なんかそれを試して違うなって思ったら、決定権は絶対自分やから、うん、そこでなんかこう塗りつぶしたらあかんなと思う。自分でも気持ち大切にしてほしいなと思います。ポンもさ、もう生まれたてみたいなもんよ。みんなでも悩んでることとかってさ、自分だけの悩みって思っちゃうけどさ、ポンも落ちてる時はさこう思っちゃうけどさ、本開いたら同じような悩みというかが載ってたり、 SNS 見たらそんなのがあったりとか、まあ、SNS は結構でもキラキラしてる方を撮るからちょっと心配になったりするけど、こう、まあ、話したりこういうところで喋って、なんかちょっとあ一人じゃないなっていうのが分かってもらえたらええなと思いました。めっちゃこの3つのお悩み系は曲リリースしたタイミングとかで結構恋愛のお悩みとか送ってもらえるんやけど、もう全然みんなもっと自分の好きなように生きれる時代になったと思うね。お前何歳やねんって感じやけど、でもアハポンとかの話を聞いてたら、まあ私たちの今の時代はいろんな道が選べるようになったから、まあそれは逆に難しいんやけど、まあでもさ、こう先真っ暗なんてことないよ。前向いて頑張って生きていきましょうということで、今日のお悩み相談はこんな感じでございました。皆さん今日の動画がいいなと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録とコメント欄にコメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。